ぞ楽しんで行かれてください。なぜ白老に来たかというと、当時勢力争いだったんですね。一族の白老の特徴はね、道南はね、仙台、宮城県人が初めてそこに来た中でね、どうしても野菜不足が生活していた。してばという絵かし、その白老に来た楽しい。大神宮渡御祭。